水、そして水の処理施設の管理運営をしている会社でございます。福岡県福岡市博多区にある株式会社ミカサ。さまざまなビルやプラントなどの維持管理やメンテナンスを任されています。創業は昭和50年、戦後すぐでございました。飼尿処理業務を営んでいました。その頃はまだこういう下水処理自体の設備もない時期で、高度成長とともにこれからは下水道の処理施設業に転換していこうということで切り替わって今の形に転換をさせていただきました。その後、浄水場や一般ビルへと事業の幅を広げていきました。施設設備の方のノウハウの方から、今度は建物ビルの方のノウハウを得ることができましたので、ビルメンテナンスの業務を展開させていただくようになりました。しかし、あくまでも仕様があって、その範囲内で委託という形になっておりました。そこで一つの建物すべてを管理できる指定管理者制度に応募。これにより管理に必要な事業を一元化できるようになったのです。オーナーさんの代わりにお金の部分も含めて全て一括一元管理ができると、やりがいもありましたし、逆に言うとこれが会社にとっても大きな財産になるというふうに思いました。一方で、町の重要インフラを任されるためには多くの専門知識も必要です。最終的には人が全てになっています。日頃からの勉強会、研修、そして資格取得というものにやはり力を注いでおります。さらに CSR 活動にも力を入れ、町の活性化にも寄与しています。その根底にあるのは倉重社長の郷土愛。会社自体裏方の仕事もたくさんあります。なんとかこの福岡をより良くしていきたい、皆様方に恩返しをしていきたいというふうに思っています。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。